シヤ畑菜園アドバイザーの高橋です。今日は初年度から採れて長く栽培するための米ぬかを使ったアスパラ栽培をやっていきたいと思います。アスパラガスは春の代名詞的なお野菜ですが、実は1回植えるとですね、10年ぐらい採れる便利なお野菜です。特に春に収穫したアスパラは柔らかく非常に美味しいのも魅力です。しかし初年度はなかなか収穫できないというのがデメリットです。長く栽培しますので土作りに悩んでいらっしゃる方もいらっしゃると思います。今回は初めての方でも安心なアスパラガスの植え方についてご案内します。初年度も採れて長く栽培するためのポイントなどもご紹介します。最後にはコメントにもお答えします。それでは行ってみましょう。それでは初年度から収穫するためのアスパラについてご紹介していきます。まずはアスパラの栽培開始時期ですが、5月ぐらいまでには植えていただきたいと思います。昨年から植えてらっしゃる方は5月ぐらいから収穫が始まるのですが、初めて栽培する方はうまくいけば秋ぐらいに少し採れるのではないかと思います。ここが非常に重要なポイントになっていきます。初年度から採りたい方は芽が出てきてからも少し我慢していただき、収穫は秋以降に狙ってみてください。さらに畑が長く使える場合には、初年度の収穫は我慢して2年後から収穫する方がたくさん収穫することができます。スケジュールと収穫タイミングについては今の点についてご注意いただきたいと思います。続いて重要な点として苗選びなのですが、初年度もしくは2年目からたくさん収穫したい方はこのような苗を選んでみてください。このような大株の苗が売っています。価格は1000円から1500円ぐらいで少し高いなというふうに思うかもしれませんが、小さいサイズの安い苗を植えてしまうと本格的な収穫が3年目以降になるケースがあります。ですので市民農園を借りてらっしゃる方は3年間も取れないということになってしまいます。市民農園の場合には2、3年で入れ替えになってしまうケースがあります。結果的に小さい苗を買ってしまうと収穫まで至らないケースがありえますので、このような大株を選んでいきましょう。大株の場合にはこのように大株というふうに明記してあります。もしくは2年目3年目と表記されているケースがありますので、なるべく2、3年目以降の大株を選ぶようにしてください。ではこちらをちょっと開けてみます。初めてアスパラを購入される方はこれが本当にアスパラになるのかと心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、これはアスパラの根っこになります。アスパラはこの地下茎がぐんぐんと伸びることで、皆さんが普段召し上がっている茎の部分がぐんぐんと伸びて収穫できるようになります。地下茎が大きければ大きいほど収穫量が確保できますので、なるべく大きなものを選ぶようにしましょう。植え方としてはできるだけ根が広がるようにこのような形で広げて植えていきます。真上から見ると根が円を描くように植えるようにしてみてください。では土作りのポイントについてもご紹介していきます。それでは土作りのポイントについてご紹介していきます。アスパラの土作りで重要なことは長く栽培することを意識することです。先ほど申し上げた通り、長い場合は10年ぐらい栽培しますので、それを考慮した場所選びをするようにしてください。また市民農園や区民農園をお使いの場合は数年間同じ場所で育てると思いますので、それを考慮して場所を選ぶようにしてください。毎年毎年植え替えをしていますと、せっかく地下茎が大きくなってもまた根を切ることで若干リセットされてしまうことがあります。注意してください。場所選びのポイントとしては、水はけが良く日当たりがいい場所を選ぶようにしてください。地下茎の成長が重要ですので、水はけが悪いと根腐れを起こしてしまいますので注意してください。また収穫が落ち着いた夏場や冬時期に関しては葉から光合成をどんどんすることで地下茎の成長を促進します。しっかりと日が当たるような場所を選んで栽培をしてみてください。もう一つ、今回は米ぬかを使っています。米ぬかは長く効果が持続しますので、今回こちらを活用していきたいと思います。こちらの土壌をご覧ください。こちらの畝はですね、腐葉土を2リットル、米ぬかを 200cc 入れています。米ぬかを少し多めに入れることで、長い期間収穫できるように土作りを行っています。腐葉土も2リットル入れることで、
落ち葉が徐々に分解されて養分へと変わっていきます。少し米ぬかを多めに入れることで長年継続してアスパラが取れるように準備をしていきます。もし米ぬか以外の栽培をしたい場合は牛糞3リッター鶏糞油かすを 200cc 程度、普通の夏野菜の肥料よりは少し多めに入れて準備をしてみてください。それでは実際に植えてマルチングをしていきます。まず植え穴を掘っていきます。先ほど見ていただいたように円を描くように大きめの穴が必要です。地下茎を広げられるぐらいの大きな穴を作ります。水はけが悪いところは少し高畝にするようにしてください。では実際に植えていきます。このように根っこが広がるように丸く広げて植えていきます。できるだけ根が十分に成長できるように大きめの穴を掘るようにしてください。埋めていきます。根を折らないようにあまり力強く鎮圧はしないようにしましょう。隙間が埋まるように最初は軽く押しながら埋めていきます。乾燥している場合には最初に水をあげるようにしてください。今回は土が湿っていますのでそのまま植えています。これで完成です。ここにマルチをして育ててもいいのですが地温が高くなりすぎるのでおすすめは育てやすいので藁を使ってみましょう。マルチの場合は地温が上がることとアスパラの芽が出てきた時に気がつかないケースがあります。結局大きめの穴を開けないと芽がマルチを押し上げてしまうので効果を発揮できなくなってしまいます。藁でしたら間から出てきますのでやってみてください。では敷いてみましょう。これは昨年シェア畑で作ったおかぼというものです。水稲じゃなくて陸でできるお米ですね。うるち米とかもち米になるようですね。来年に向けてこれから植えていただくとこのように有効活用できますのでやってみてください。このように隙間なくまんべんなく敷いていきます。飛びそうな場合には U ピンや麻紐などを使って押さえてもよろしいでしょう。これで完成です。しばらくすると間から芽が出てきますので春のうちは取らずにまずは成長させることを優先し秋頃に新しい芽が出てくれば初年度はそれを収穫して食べてみてください。ただし取りすぎないように注意してください。U ピンで留める方法を最後にやっていきましょう。まずは U ピンと麻紐をこのように結んでいきます。このように刺して風で飛ばないように押さえてください。留め方はそれぞれ自由ですけれどもよいしょ、このように留めておけば簡単には飛んでいきませんのでやってみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらの線虫対策の動画にコメントをいただきました。いい線虫というコメントをいただきました。こちらはいい線虫というのはいるのですかというふうなご質問だと思うのですが実は線虫は野菜に悪さをする線虫と野菜に全く悪さをしない自活線虫というふうに呼ばれている線虫がいます。自活線虫はですねお野菜の根っこですとかお野菜に影響を及ぼすのではなく土の中の腐食、有機物ですとか、そういうものを食べて生活している線虫ですね。逆に、皆さんが気になさっている線虫というのは、特にお野菜に影響があるような線虫です。害虫と益虫のように線虫にも、悪さをするものと全く悪さをしない線虫がいますので一概に、線虫が悪いわけではありませんのでその点は注意してみてください。今日は初年度から収穫し長く栽培する米ぬかを使ったアスパラガス栽培をやってみました。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。